はい、それではこのアプライド F 型から追加されました、特別視聴者レボーグのエステイスポーツの、ブラックセレクション、乗らさせていただきたいと思います。はい、レボーグ、はい、ね、ということで、まあね、内装のね雰囲気はやはりその黒でね統一がされておって、こうね、内装が黒だとスポーツっていうのはもう本当に、なんていうんですかね、大昔からね、なんかどこのメーカーでもこう、やり続けてることで、なんかね、そういうこう古典的な手法なんですけど、でもやっぱり改めてね、この内装に黒が増えると、ああ、なんかこうね、ちょっとスポーツ度がちょっと増しますねっていうね、それは本当に実感をするので、まあね、なんちゅうか、不思議というか、なんていうか、こう、何年経っても、黒内装がスポーツに感じるという効果は、ね、大きいというか、これはこうね、なんか人間工学的なものなのかもしれないですね、これね。本当に大昔からね、スポーツといえば内装黒みたいな。古典的なんですけど、でもやっぱりね、やったらやったで、あーっていうね。で、こうね、赤とか、こう、黄色みたいな、そういうね、奇抜なね、色と違って、やっぱり黒なので、やっぱりその、ね、なんですかね、こう、より、万人受けはしやすいというかね、その、違和感を感じられることは、ないですよ。だから個人的に、例えばね、エッセイスポーツの象徴である、ボルドーのね、ボルドー色の、ボルドーレッドのね、シートなんかは個人的には僕全然ね、むしろ好きでしたけど、でね、まあレボーグにエステイスポーツが追加されたのはね、 C 型の時で、でそれ出てからね、エステイスポーツがかなりこう売れ筋グレードになったので、まあ、多くの人にレボーグのボルドーのね、ボルドーレッドの内装っていうのは、まあ、多くの人に受け入れられたっていうのはそれは間違いないと思うんですけども、まあ、やっぱりその一方でね、まあ、やっぱり赤い以外のシートないのっていうね、まあ、人ももちろんね、そういう声もね、あったのはあったので、まあそうやってこう、特別使用者でね、こういう、ボルドーレッドではない仕様がね、出たというのは、まあこれは、ね、まあ、なんか、いい、その、なんですか、いい特別使用者っていう言い方なんか、ね、変ですけど、ね、まあ、良かったんじゃないかなというふうに思いますが、で、改めてですね、今こうもう初っ端からこの高速道路に乗っておりますが、この、ね、乗り味の面で言うとね、まあ実はこれの直前にね、ダブルアクセル STI に乗ってまして、まあ、もちろんそれからレボーグに来るとね、まあかなりいろんなもう感覚が全く違うんですが、まあ、それと同時にですね、この間スバルマガジンの方でですね、S4 の STI スポーツも同時に乗ったんです。で、まあ、やっぱり感じたのが、やっぱりレボーグっていうのは、まあ、やっぱりこの、いわゆるこう VK と呼ばれてるね、モデルの、WRX シリーズと比べて、やっぱりまあレボーグっていうのは、まあ、やっぱりその、まあ、よりこう、より万能的と言いますか、より、まあ、簡単に言うとこう、ね、よりこう、サスペンションとか、まあ、しなやかで、まあ、ステアリングのね、まあ、手応えも、よりこう、なんていうか、まあ、軽くて。まあ、ただね、そういう、マイルドになって、例えば、路面から伝わる情報量が減るとか、ね、まあ、そういうことはないので、ね、だから話がちょっと、いろいろ飛ぶんですが、こう、スポーティーな車からちょっとそのスポーツ度が落ちた車に乗り換えた時って一瞬怖く感じるんですよ、普通は。っていうのはそれはいろんなものが、例えばブッシュとかナンバーがいろんなものがこう柔かくなってる分、それによってこうね、いろんなこう情報が遮断されてるというかね、得られるインフォメーションが薄れるからなんですけど、だから普通こう一般的な車でスポーツモデルからこうちょっとね、ソフトな車に行くと、
一瞬こう頼りなくのコーナーなんかもちょっと一瞬不安を感じたり一瞬はするんです。まあ、レモンクでそれは全くそれはない。まあいろんな手応えが VAB と比べるとねすごいソフトでマイルドでなんですけども、もうそれによってこう何かが損なわれてるというかね、薄まってるものが、ね、やっぱりないっていう、これはなんかこう、まあ、レヴォークもね、まあ、元々そのね、まあ、スポーツスワラーっていう、ね、名前でやってる車ですから、まあそのね、スポーツ性を高めた車ではあるんですけども、まあ、やっぱりダブル RX から比べるとねそのスポーツ度、単純なスポーツ度でいうとこう、ね、マイルドな方向へもちろん行くわけなんですけど、でね、そうステアリングもね、まあ、手応えちょっとやっぱりダブル RX 系よりはね明らかにこう軽いんですけど、まあ、軽いからといってダルにはなってないんで、ね、そこがこう肝というか、ね、マイルドにはなってるけどそうダルにはなってないんですよね。そこがこのレヴォーグの味付けのすごいところだと思うんですけど、やっぱこのレヴォーグも D 型以降E 型があって、でこれが今 F 型なわけですけども、まあ、D 型以降そのサスペンションの、ね、例えばダンパー変えましたとかそういう、ね、公式な発表はないんですが、なんとなくやっぱりレヴォーグの S10 スポーツが追加されたのは C 型でね、もう結構前なんです。もう3年くらい前、結構前なんですが、なんかその時の初めて乗った STI スポーツの印象よりはやっぱり明らかにこうマイルドな方向に修正がされてて、でまあレヴォーグの歴史をまあざっと振り返ると、まあ、デビュー前にプロトタイプっていうのがまずありまして、まあ、それはメディア向けだけにね、メディアの人だけにこう試乗させる機会があったんですが、でその時は確かにね足すごい硬かったんですよ。でも僕は個人的にはガチガチロッセンの足は嫌いじゃないので、しかもこのレヴォーグになってね、この要は旧型のね、旧型というか SGP ね、スバルグローバルプラットフォームからすると一つ前の世代にあたるプラットフォームベースの車、まあ要は先代のねインプレッサ系ですよね、まあ、なんか GJGP 系のインプレッサの、ボディをベースとした車としてはもうむちゃくちゃもうボディの補強がね各部にすごい入ってて、このレヴォーグが出た時まずねボディの補強っぷりがすごいなっていうのと、でもちろんね乗ってそのボディの剛性感が当時まだ現行モデルだった、まあ、インプレッサスポーツとか G4 と明らかに違っててでそれだけまあボディの補強がすごいボディの剛性が上がったので、それに伴ってね結構ね硬いバネを入れられるようになったっていう話で、プロトタイプはすごいバネレート高かったんですよ。で個人的にはそれ全然嫌じゃなかったんですけど、まあメディアの関係者のね全体としてはちょっと硬すぎるねっていう声があって、でそこからこうねだいぶこうしなやか路線にまず変わった。だからレヴォーグは A 型が出た最初のね量産車の A 型が出た時点で、なんか従来の B 型みたいな、もう A はプロトタイプとして、スタートの時点でもう結構ね、いろんな人の意見を反映してすごい改良されて登場したですね、レヴォーグ。でも個人的にはね、僕はね別にね本当これ無理してレヴォーグを擁護してるわけではもちろんなくて、僕はそのプロトタイプのガチガチだったのも嫌じゃなかったし、 A 型になってちょっとマイルドになって、ああいいねこれって僕は思ってたんですけども、まあやっぱりそれでもまだこう硬すぎるっていう声と、あとそのリアのねダンピングがちょっと足りないっていう声が、やはりその、ね、まあ実際車を買ったユーザーの中から結構出て、でまあ僕みたいにねそういう感じてない人ももちろんいっぱいいるんですけど、結構俺人のタイプによるんですけど、エモさんなんかもねどっちかというとガチガチ系の足は好きな人なんですけど、ね、やっぱりリアはちょっとね落ち着きがやっぱり物足りなかったみたいで、リアだけこうねダンパー変えたりされてますが、まあ、やっぱそういう感じで、
レコークっていうのはこう結構サスペンションのその、まあ、特に主にダンパーですよ。ダンパーに対するその要望がもうちょっとしなやかに、もうちょっと動くように、でもうちょっと無駄な動きも抑えてみたいな、まあ、要望が結構あって、レボーグに関しては結構ね、C 型の時点でもちょっと変わりましたし、 D 型でもまたガラッと変えた。 で D 型の時点で、僕個人的にはね、まあほぼほぼそういうね、収まり、リアのダンピング不足と、それと逆に硬すぎるっていうところは僕の感覚ではもうほぼなくなったかなとは思ってたんですけど、ね、まあ実際多分ね、そういう全体的に D 型からはやっぱりそういうね不満の声もだいぶ減ったと多分思うんですよ。まあそれゆえに、ね、まあ、D 型以降はこの F 型になっても、足の、ね、まあ、変更しましたという、ね、まあ発表はないんですが、多分なんとなくそのね、なんとなくやっぱり D 型が出て2年経ってるので、厳密なところはね、細かいところはね、熟成されてよくなってると思うんですけど、まあ、確か D 型からこういうしなやかな感じは、まあ、同じで、だからこの F 型になってもそんなにやっぱり D 型から大きく変わってるところは何かなとは思うんですが、アイサイトね、まあ、私自分の車にアイサイトがありませんので、こういうね、お仕事で車借りた時しか、ね、使わないライトユーザーというか、まあ、本当アイサイトに関しては本当に、まあ、あんまりで、実際のところね、別にアイサイトが嫌なわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりね、長距離走る時でもね、結構やっぱり、なんていうんですか、アイサイトなしで走る機会がどうしても多かったりして、なんていうんですかね、なんかこう、別にアイサイトの制御に何の不満もないんですけど、なんかこう自然になんか自分で走ってるみたいな、まあ、それは多分癖だと思うんですけど、まあ、長年ねそういうのがついてない車にしか乗ってなかったので、つい自然とアイサイトのない状態でこうね長距離でも走っちゃうんですけど、今こうアイサイト使ってるとね、でアイサイトも2、3年くらい前まではね、アイサイトがやっぱりこうアドバンテージというかね、特にこの、オートクルーズの時のその先行車とのそのね、車間のそのキープの仕方とかですね、まあ、ブレーキの仕方とか、あるいはその加速の仕方とか、まあ、ほんと自然で、ほんとにこうなんか自分じゃない上手いドライバーがアクセルワークしてくれてるみたいな、まあ、そういうのがすごいあって、まあ今ももちろんそれはあるんですけど、まあ、どんどんこうね他のアイサイト以外の、まあ、てかスバル以外の、多くのねメーカーの同じようなこう運転支援のシステムの精度がどんどんすごい上がってて、ね、まあ、日産のプロパイロットもね、まあ、出た時はな感じでしたけど、今ねすごいいいですしね、あとホンダセンシングもね、初期の頃はなでしたけど、今乗ったらね、おお全然めっちゃいいやんって、ね、本当にこうコマーシャルみたいに思わず言っちゃうようなほど良くなってて、こうやっぱりね周りがすごいこうなんちゅう追いつきつつあるというか、ね、追いついてるというか、一部に関しては、まあ、ほぼほぼこうね、昔はドーンとこうリードしてたものがだいぶそのアドバンテージっていうのは正直こうねなくなってはいると思うんですよ、間違いなく。こうね、普通にこう巡航してる時において、あるいはこう渋滞でねもっとこうペースが落ちてきてストップゴーの状況が続くような場面になるとね、やっぱりアイサイトが一番ね、なんか人が上手い人が乗ってる感じがするすごいするんですよね。なんかアイサイト以外っていうのは、あ、なんか機械がやってるねみたいな、こう、まあ、どっかにそれは多分ね微妙な気持ちなさみたいなものが多分あるからだと思うんですけど、アイサイトだけは唯一今でも感じるのはね、本当にね運転にこう運転のベテランのね、ものすごいこうレベルの高いタクシーのドライバーみたいな、なんかそういうこう人を乗せる職業、まあ、いわゆる、ね、ショーファーといいますか、ね、まあ、そういうね人を乗せるプロドライバーの運転に一番こうそれを感じさ
そういうイメージを沸かしてくれるのがやっぱアイサイトなのかなという気がするんですよ。もうね、本当に、まあ、アイサイト以外のね、自動追従が本当にすごい良くて、ほぼああもうこれはちょっとうんもう一つですねみたいな、もうね難癖つけたくなるようなものは今ほぼないんですけど、あーあるとですね、プジョーとかシトロエンのはちょっとなんかそういうのありますね。まだあるかな。同一車系はほぼなくて、あと国産メーカーもね、もう本当にほぼあのこの自動追従の、ね、ブレーキアクセルのその操作はね、本当に不満がないというか本当自然なんですが、全体的に。ただ今ね、改めてアイサイト使ってるとね、こうよりな、ね、まあその多分アイサイト以外のね、いろんなこう条件でこのやっぱり我が家に帰ってきた感、このね、いわゆるゼロ時安全とかね、この着座の環境とかね、このね、まあ慣れ親しんだというか、このスバルの車ならではのこうね、扱いやすさとかそういうのもこうね、いろんなこの運転環境がこのね、まあ、リラックス、ドライバーをリラックスさせてるあの要因になってると思うんですけども、やっぱりこうアイサイト単体の成果がね、やっぱりこう機械的、もちろん機械がやってるんですが機械的ではないというところはね、まだこうちょっとしたアドバンテージとしてまだあるのかな。でね、まあ、アイサイトもちょうどこのレヴォーグの D 型で、ツーリングね、アシストというものがね、まあ、できて、そこからそのね、アイサイトそのものっていうのは多分ね、その大きな改良がまだ受けてないと思うんですよ。なので、まあ、アイサイトもね、だからそろそろこうね、あのやっぱりこの手のね、運転支援システムの、まあ、老舗っつったらね、あれです、まあ、老舗か、そのね、パイオニア種としてね、こう、またどんとこうね、突き抜けてほしいなっていうね、もちろんその期待というか願望はあるんですが、ね、まあ、現状でもやっぱりね、まあ、今もなおやっぱりなんかこう自然な感じと安心感っていうのは、あの、まあ、今でもこう、ね、やっぱり一番上のねクラスにあるのは確かかなと。あの2月のねジャイアっていうその入社の一気乗りの試乗会で乗ったね、アウディのね、A8。あれのね、自動追従はものすごいこう、感動したんですけど、ね、ただね、同じアウディでもね、その、もっと安いモデルになるとまた違うんですよね。なんか結構、あの、ドイツ車ってね、車の車格で、やっぱその辺の制御も変わってて、めっちゃ高い車はめっちゃ良くてね、それほど高くない車は、まあ、なんか普通みたいな。そういうのありますけど、まあ、アイサイトに関してはね、あの細かいそのセッティングの違いは、あのインプレッサ系とこのね V 系でちょっと違ってたりしますけど、基本的なそのね、あの精度というか性能は、あの、ね、安いね、例えば FF のインプレッサでも、この、ね、レヴォーグの STI スポーツのちょっと値段の高い車でも、ね、あの基本同じなので、まあ、そういうところをね、だからこう全体にこうね、何ですか、メーカーのラインナップの全体としてのレベルはやっぱり、まあ、まだ今も上の方にね、まだまだいる、まだ高いレベルにはいるなというのを、まあ改めてこう、ね、感じたりはしますが、そうでね、まあ今このスイタ高速道路をね、ほんとタラタラタラーと転がしてる限りにおいてはね、もうほんと安楽の一言に尽きる車ですよね、本当にね。で、ちょっと今ね、そういう状況じゃないので、あの料金所もないので、あの加速ね、ちょっと今回のこの動画ではフル加速みたいな場面がちょっと多分お見せできないと思うんですけど、ね、まあこの2リッターのね、FA20、まあ、DITまあ、直噴のね、ターボ、まあ、このエンジンもね、本当にこう、これ単体で見たら本当何の不満もなくて、ね、まあ、300馬力っていう、そういうね馬力はもう S シャープでね、
料金所ダッシュの時にうわーっていうね、もうこのレボーグと S4 ならではの痛快なね、痛快にして豪快な加速も味わえますし、でこう、ね、今みたいにタラタラタラーとねゆっくりおとなしく走ってればね、まあリッター15とかそれでも行きますしね、まあ別の動画で、あの VAB の、ね、試乗の動画で、ね、いややっぱり EJ20 が最高だウェーって僕あの言ってるんですけど、そうだから個人的にはね EJ20 が一番こうね大好きなのは、ね、揺るぎないんですがね、やっぱこのね FA20 も本当にねやっぱりあのすごいいいエンジンだと思いますし、やっぱ一番感動したのはねやっぱりねちょっと話が去年の話になりますけどね、あのスビちゃん S4 ね、スビちゃん S4 に乗っかってるね、パワートレーンね、まあレボークと同じなんですが、もうスビちゃん S4 でね S シャープにしてね、ミニサーキットの三浜サーキットね、愛知県あそこを全開に走った時にね、もう、ね、FA に言われてこんな速いんかってね、もう本当にねもうリアルスポーツ感をすごい感じましたよ。でこのレボークもね、まあ WRX の S4 と比べたらね、まあ、若干そのねステアリングとか足のセッティングが若干マイルドとはいえ、やっぱパワートレーンはね同じなんで、やっぱりこうサーキットとかで、ね、全開にすると本当にもうリアルスポーツ感味わえるので、意外とね CVT のね油温もね意外と持ちましたね、S4 ではね、まあ、S4 もTS とかだとねオイルクミッションのオイルクールあったりしましたけど、スビーチャンネル S4 は別にノーマルのね、D 型のねノーマルのパワートレーンなんでオイルクーラーないんですけども、それでも三浜サーキット全開してる間はね油温が上がって警告出なかったので、ただ走り終えて帰ってきてねパドックに戻ってきたらね要は走行する風が当たんなくなってね、止まったら油温が上がって警告灯つきましたけどね、走ってる間は意外とつかなかったので、それとあとこのね、まあよく言われるこのね、なんかね CVT でなかったらレボーグとか S4 はいいのにみたいなね声もありますけどもね、スビちゃん S4 でねさっきの全開にしてもね、あ CVT だからっていうのはまあ僕は個人的には本当にさ感じたかった、AT だからっていうのありますよ、 AT だからちょっとねこのここぞっていう時のこうねガツンっていうのはちょっとマニュアルに比べたら弱いなとかね、まあ、それは AT だからであって、まあデュアルクラッチみたいなねもうちょっとダイレクトなミッションだとまあそういうとこなくなるんですけども、まあ、逆にデュアルクラッチみたいなミッションはサーキットだとね完全にそのねマニュアルのギアボックスと同じようなダイレクト質感得られますけども、まあ街乗りでねなんかこうゆっくり走るときはやっぱりねギクチャクするとか雪の上ではあんまり合わないとかやっぱり、まあ、トータル的にはやっぱり万能じゃないわけじゃないですか。このね、まあ、リニアトロニックね、まあ、ね、いろいろこうね、嫌がる、ね、声もあるんですけどもね、僕はこれ本当に別にね、まあ、リニアトロニックを本当になんかね、評判悪いから、なんとかちょっと、忖度しようじゃ、そういうのもちろんなくてね、僕は本当にこのリニアトロニックの、特にレボーグと、S4 のね、リニアトロニックはね本当にこう AT としてね本当に何て言うんですかね不満は僕はないで、まあ僕はね人生で生まれて初めて自分で買った車がビビオのね ECVT で、ね、古い世代の CVT だったんで、まあ、そもそも CVT のね特性がこう最初からこうね馴染んでるというか、ね、エンジン回転一定のままねギア比だけ変わって速度がこうね前後するみたいな、まあ、CVT ですなので特有なね特徴が嫌だっていうねあれがどうしても合わないという人はね、よく聞くんですけど、で僕はそもそもスタートが ECVT だったんでそもそも CVT に、ね、対するこう何やろこう感覚がまあもともと慣れ親しんでるっていうのがあるからかもしれないですけど、でもねこうやってタラタラと走ってるね分に関してももちろんそうですし、ここからね S シャープにビューンとこう追い越しとかかけても
CBT じゃなかったらもうちょっとバーって出れんのにっていう風に僕ね本当にそれ本当に思わないんですよ。本当にあマニュアルだったらもっとこういけたのにとかねそういうのあるけど、でもね実際ねゼロ発進の0.50m とかで測ったらね多分ね、まあ、レーシングドライバーみたいな人連れてきたら別ですけど普通の素人のドライバーで VAB と S4 で 0.50m 加速したら多分 S4 の方が勝ちますよ。そのアクセル踏むだけのねあの方が多分それぐらい、それぐらいねその 0発進加速も鈍くないしとで私は僕はでもそれすごい思うんですよ。あんまりそればっかり言うとねなんかちょっと無理して言ってるように思われるのも嫌なんであれですけど、ところとまあねだから CVT に関してもだからほとんど D 型でちょっと変わったかな確かね確かそうかな、うん、あれ変わったどうだっけ変わった、まあ、だからねリナトロニックもね5代目レガシーのね後期型から登場してもうなんか10年はまだなってないかもうすぐ10年かな、まあ、そんなねぐらいこちらそれくらいもうそろそろね長くやってるミッションですが、まあ、もっと長く改良されてきましたしね耐久性ねカメラマンさんのねスバルマガジンなどでもおなじみのね雪岡カメラマンがね5代目レガシーのね2.0 のね DIT のターボのねリニアトロニック乗ってますが、あの人もうね距離が23万キロ乗ってんのかな。で結構ね雪岡カメラマンはねめっちゃなんですかエンブレを効かすんですよね減速でね高速道路巡航中にというのは要はシフトチェンジを結構するんですよ。結構してね高速で結構な加速してる結構な速度で巡航してるところからガーッと減速するときに結構ね、まあ、もちろんフットブレーキも使いますけど結構そのシフトダウンでギャーッとこうエンブレをね効かして減速、まあ、よくだからこう D に入れっぱなしではなくてねパドルとかを使いながらかなりそのマニュアル的にねシフト操作をするタイプの人なんですが、まあ、そういうね操作をする人が23万キロ乗っててもミッション本体はもう全くなんともない。ただマウントがね多分下手ってて信号待ちでねちょっと振動出たりとかいうぐらいはあるんですけどね、それはマウントの問題でミッションそのものはなんともないと。でねなかなかその AT でね300馬力級の馬力のある車でねそこまでねこうねハードに使って長距離というか長距離で二十何万キロ走ってねなんともないっていうのだけでもねそれはもう AT のミッションとしてそれはすごい優秀。それだけでもね耐久性の高さ実証されてるのでそういうこうねメンテナンスフリーさと耐久性の長さも含めてねこのリニアトロニックというのはまあ AT としてねやっぱりまあ、うん、いいミッションだとね本当思うんですよね。でまあこのね、まあ、レボーグの、F 型の、ねまあ、最新モデル、まあこうね、まあ、乗り味的なところも確認するとまあね多分こうよりしなやかなあとスムースな感じはねよりこうちょっとこう増してるというのに加えてやっぱりこのブラックセレクションのねこの黒まあね僕なんか個人的なのはボルドーのね赤いシート全然好きな方なのでもし自分が買うとなったらちょっと悩むとこなんですけど自分で買うんだったら僕ボルドーの方かなどうかなどうだろうちょっとねそこは悩ましいところですがやっぱり、ね、そういう内外装の仕様とちょっと離れてこのね車の走る曲がる止まる乗り心地静粛性みたいなところはやっぱりこう本当にこう、ね、なんか
完熟、本当にこうちょっとね、もうこう熟成を極めてる感